はい、皆様こんにちはっす。今トレーニング前です。僕ですね、ちょっとね、ブレイキングダウンっていうね、朝倉未来、格闘家の朝倉未来さんがね、まあプロデュースっていうのかな、まあ主催者変わったのかな、わかんないけど、まあ朝倉未来さんがもともとプロデュースしてるそのブレイキングダウンっていう、まあ格闘イベントがあるんですけど、1分間でケージの中で殴り合うという、まあちょっとね、そのブレイキングダウンにちょっと出たくて、一応応募しようと思ってます。応募します。はい。まあ応募のあれがね、なんかいろいろ1分間のシャドーボクシングと3分間のその意気込み動画を送らなくてはならないけなくて、まあちょっと早急に、撮ってね。まあシャドーボクシングもね、ちょっとね、キックボクシングからもう遠ざかって8年ぐらい経ってるんで、まあちょっとあんまり体動かないんですけど、まあただね、ボディービルをね、こんなボディービルだけね、まあただ頑張ってても、あまりね、なんか僕自身の考えとしては、まあそういうフィットネスで頑張ってる人なんてやっぱ5万といるし、話題にもならないし、やっぱりマイナーっちゃマイナーだしね、こんなやっぱ僕なんてね、そのね、話題の箸にもかからないわけで、まあなんかね、もっとワクワクする面白いことないかなと思った時に、まあボディービルだけじゃなくて、まあ今までもなんかいろんなね、大会にこうまあね、出てきてたし、ボディービルやりながらもスパルタンレースだとか、サスケだとか、まあああいうのにまあ出てきね、いろいろ挑戦してきてたし、まあね、ボディービルプラスなんかこうスパイス、面白いスパイスあってもいいんじゃないかなと思って、ね、年齢的にもまあ動けるのが1分、もうキックの練習なんて全くしてないし、まあ動けるのがやっぱり1分だと思うんで、ちょうどいいなと思って、ブレイキングダウンのあのルールを見た時に、まあ実際にこう、まあ今までの動画とか見させてもらった時に、あー1分で面白いなと思って、なんでちょっとね、自分の腕試しじゃないけど、まあね、ボディービルだけ、ボディービルだけの自分じゃなくてね、まあプラスアルファ、ちょっともっとワクワクするような、自分もどんどん見せていけたらなと思って、ちょっと早急にね、応募したいと思います。締め切りがね、応募締め切りが15日まで、5月15日までなんで、もうね、早急に応募してね、予選じゃねえや、オーディションに、まあ、呼ばれるようにね、頑張りたいと思います。まあこれでも本当に、たとえもうこれ決まんなくても、もしこれもし万が一決まんなくても、僕のせいじゃないですからね、僕のせいじゃないですから、僕はもう本当やる気満々で応募するんで、これから本当に決まったらね、なんかね、まあ応援してください。はい、そんな感じで今日もね、ボディービルのトレーニングを頑張ります。はい、よし。
プッシュプッシュ。よし